職場、三原英司様。愛知県警東海警察署の一日警察署長に任命された三浦璃来選手と木原龍一選手のりくりゅうペア、互いの制服姿を見た印象は、でも違和感ないよ。三浦さんは何だろう、あの幼稚園の子が何だろう何だろうな、なんか、似合ってて可愛いです一日署長となった木原選手は母校の東海市立名和小学校を訪問、クイズなどで児童らに防犯や交通安全を呼びかけました。不審者に声をかけられたとき、助けを求める場所は絶対に子ども110番の家ではないといけない、丸か×か。正解は×です。この後、木原選手のみだった会場に三浦選手がサプライズで登場。三浦選手の参加を知らされていなかった子どもたちは大盛り上がり。りくりゅうペアは子どもたちから手作りの金メダルを贈られ笑顔を見せていました。19年ぶりだと思うんで、小学校の卒業式以来母校にこういった形で呼んでいただけて本当に嬉しかったですし、道路を渡るときは左右をしっかり確認したり、基本的なことをしっかり確認して、悲しい事故や事件を減らしていただければ